皆さんこんにちは、藤川そらです。今年の目標、自分自身の目標と、この藤川そらのタームレチャンネルかの、目標をちょっとね、話そうと思います。まず僕の、目標は、医学部受験をするんですが、医学部受験に合格することと、今年は難しいかもしれないですけど、病気を感知させることです。はい。で、そうですね、医学部の方はまだ志望校もどこの国公立受けてどこの私立受けるのかとかまだ何も決まってないので、今はただひたすらに勉強を、していくだけなので、とりあえず勉強を頑張ってやります。で、それと並行に、自分の、持病ですね、ちゃんと歩けるようにリハビリとかいろいろ頑張っていきます。で、あとまだ目の手術がちょっとね、まだできてないので、今年中には多分目の手術もするんで、今年は治療の年と医学部受験の年かなになると思います。で、この藤川そらのタームレチャンネルの登録者、2024年の12月31日までに、何人がいいんだろうな、何万人がいいんだろうな、さすがに10万人とか厳しいと思うんで、銀の盾欲しいけど、そうだな、今決めるんで、ノーカットでね、今決めるんで、年内5万人ですね。はい。はい、5万、チャンネル登録者5万目指して、活動していきます。今日はね、いないけど、多分じゃない、今日はいないけど、ヤスねと一緒に、はい、こいつと一緒にね、頑張っていくんで、はい、よろしくお願いします。はい、いいかな、えい。はい、ヤスでした。はい、よいしょ。5万人いったら何したいんだろうな。とりあえず今ある医学部受験と病気を治すのにまず集中して頑張っていきます。はい。で、勉強の配信の動画とかね、生放送とかね、これからやっていきたいと思っているので、応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そうですね、あと TikTok とかね、YouTube とかね、ショートやってるんですけど、何やったらいいか分かんなくて、ゲームじゃないですか、 TikTok の。あれをひたすらやってるんですけど、ショートでこれやるといいよとかあったら、教えてください。 TikTok の方もね、フォローしていただくと嬉しいです。多分2つあると思うんですけど、どっちか、両方フォローしてください。はい、お願いします。この、はい、
ですね。まあ次の動画では、なぜ医学部受験を受けるのか、そのきっかけとは、まあきっかけかな、きっかけについてね、話していこうと思う、話していく動画を、あげるので、はい、またそちらも見てください。はい、よろしくお願いします。藤川さらでした。またチャンネル登録、グッドボタンお願いします。じゃい、バイバイ。